テレテテレテテテテレ。うわえ、待って、誰か死んだかも。誰か死んだかも。今、誰か死んだ叫び声聞こえなかった。うわぁ！ナンバーさん、スーパーチャット1600あるです。長っ！停車時にブレーキを踏む際は、まず3速から4速になるべく落としましょう。で、俺ね、無理なのよ。そう、まずその、長い文がまず読めないの。時速20キロ、一応コーリ出してみるけど、時速20キロ以下になったらクラッチを完全に踏んで切ってください。もう一番最初に読んだ文字俺忘れてるからさ。あと、とりあえずさっき間違えた道に来るから、ちょっと集中していいか。ごめん、スーパーチャットありがとう。ごめん。一回集中していいか。その文を読むほど余裕ないのよ。宇宙市民プログラムの代表として、ちょっとした不都合により、地球から60パーセク、彼方へと移動してしまったこと、お詫び申し上げます。ああ、60パーセクね。ああ、でも、チャリで20分ぐらい。あれ？え、これ、トム・ハンクスパターンになるじゃん。トム・ハンクスと一緒じゃん。変なココナッツ、ココナッツに話しかけるタイプのやつになっちゃうじゃん。え、あいつら勝手に来ないの？まあでも、まあでもみんなあのさ、やっぱ俺思うわけよ。やっぱ一人の方が行きやすいと思うわけ。いや、シェルター一人でねえ、広く使えるからね。運動もできるしね。ほら、もうほら、左手に名前つけちゃった。もうこうなることはもうしかない。テッド発狂した。え、二日目だよ。ハグク。オメガは取っとこう。これ7万だから。オメガは取っとこう。うん。タオリナ。家賃の話やめてください、大家さん。まずい飯食ってんだから、こっちは。いちいちうるさいんですよ、家賃とか。俺今国と戦ってんすよ。まあそうだな。大家さんも正義なんだよ。これが正義と正義のぶつかり合いね。大家さんは、その、家賃を、その、大家さんとして取らないといけないっていう正義があるんだよ。けど俺は、その、家賃を払わないっていう正義。残酷なことも言っちゃうのよ、正義の名のもとに。